現地在住者が語るミンダノウの治安あなたはミンダノウの治安の実情をどれほどご存知だろうか先月先々月とフィリピンを旅していながらミンダノウへの渡航をキャンセルしたのは南さんやはり心配だったのは現地の治安だ場所によって違うミンダノウの治安ミンダノウの中であの大統領の出身地であり 彼が市長を務めていたダバオはフィリピンで最も治安が良いと言われる町一方で同じミンダナオにありながらダバオからかなり離れた北西にあるマラビィは例のイスラム国のシンパとフィリピン軍との激しい戦闘でほとんど壊滅状態になったつまりこの広いミンダナオは地域によって治安に関する状況が全く異なる島ダバオは現地のルールが厳しく 街ももで、でで女性でも一人歩きできるほど治安は良い。ダバオ近郊にはサマール島という欧米人を中心に外国人に人気のリゾートがありこうした観光客が多く訪れる場所はフィリピン政府も治安の維持に力を入れているので比較的安心できるただしテロリストというのは人の多い場所を狙ってくるので普段安全なダバオといえども油断はできないまた深夜にフラフラで歩かないこと 見知らぬ場所には一人で行かないこと街を歩く時は目立つ格好をせず貴重品の管理に気をつけるこういった海外で過ごす当たり前の基本をしっかり守って過ごしたいミンダナオの治安を悪化させるものミンダナオ島にはモロ民族解放戦線の構成員や新人民軍などムスリムのフィリピン人を中心とする反政府組織が多数存在している 500万人近いフィリピンのムスリムは、ほとんどがこのミンダナオ島に集結。一度紛争が収まっても、同じようなことが不定期で繰り返されるありさま。紛争の歴史はすでに、半世紀と長いものになっている。また、イスラム国は、壊滅した中東に代わり、このミンダナオを新たな拠点にしようと動いている。もし、あなたがフィリピン、特にミンダナオに来るなら、現地の渡航情報にはしっかり目を向け、 冒険をするような真似は避けてほしいイスラムの鍵下派のやつらにとっては日本人は異教徒でしかないのだからミンダノ出身のフィリピン美人アゲイルと治安の良いコロン島に住み魂レベルで移住生活を満喫していたマルシゲさん同じフェミニストの彼がバコンとポーランド移住を決めたのはあのスウェーデン人との恋愛がきっかけだった